はい、始まりました。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。重いですね、これは。これはプロペラーシャフトです。なんでシルバーなの言って磨いて、クリア塗装したからです。黒塗りませんでした。はい、なんかちょっと面白いでしょ。これをつけていきたいと思います。 OK。 はい、今日風きついです。風きつかったですね、この時は。はい、ここはインプレッサーの下です。どうだった？インプレッサの洞窟です。インプレッサの洞窟インプレッサの洞窟の、巡りしてます。分かった？頭が痛いんやけど、しかもこうこっちに痛い。はい、そうなんで、ここはインプレッサの下で、ここのところの、はい、ここがミッションなんですね。そこにガチャンガチャンするところです。ガチャンガチャンプロペラシャフトが刺さります。はい、手伝いこう。はい、ここでミッションを変えるところです。ここにプロペラシャフトの穴があるからな。プロペラシャフトを突っ込むところがあるんです。分かった？見えてる？ここにプロペラシャフトの突っ込むところがあって、この下の部分は排気管ですね。排気管が見えてます。その上がプロペラシャフトを刺すところです。はい、1本ネジがなくなってしまった1本ネジに外したら、どこのスピードをつけるようになっちゃったネジがなくなったもんだ。前は後でここに行ってきたなと思われしょ。はい、では行きたいと思います。これがプロペラシャフトです。え、こんなん嘘やろ。嘘でもなって50回分のあった。なんか痛いなと思ったのと、ここにあった。ほらボルトをどっかに出しといて、でネジプロペラシャフトをぶっ込んだ時にこのボルトをここに入れるときたいみたいなとこにボルトをつけてましたけど、ここも入れなきゃ同時に。分かった？てんてんさん、分かった？分かった？いや、頑張ってや。行け、コンパ開けたらあかんや。持ててない。てんさん、ありがとう、持っててくれた。軽くなった。誰かに持っといてって言って持っとこわって言われたら、なんか軽くなったような気がするんですけど。なんか引っかかった。こいじゃこっち来らへんやけど。後ろのプロペラシャフトの後ろの方の部分がカメラの三脚に当たってカメラが動いてますけども。はい、バイオリンとかの方もテンテンさんの言うとりやわ。ユーリンと私の心が見えそうや。心が見えない。あ、ちょっと入った。あ、もう抜けた。そう、ちょっと入った。もっと抜けた。あ、入った入った。ちょっとグッと入れてみる。なかなかえ、ラストのテントさん持ってくれてんの？ちょっと、ね、ミッション側とプロペラシャフトの合う位置がなかなか合わないんで、ちょっと入ってくれないんですよね。全然入ってへんわ。ガチンと言ってる。ガチンやった。ちょっと。まあ抜いた位置と
2対1の形に大体なってるんで、入ることは入るはずなんですけどね。出てた。スプライやった。あれ、これここそこって入らないじゃんと。で、去年に挟んだなかったか。これも持ってて。これストック作ってここ入るんちゃうの。そういうふうに切ってあるんちゃうとこ。そういうわけじゃないの。ちょっと待って。結局は逆なんですけど、上と下と下から支えるような感じにしないと折っちゃいそうなんで、くるっと、回さないといけないんですけども。あれ、これこっち向けてつけるの。そうそう、そっち向けてつけるって感じ。それが正解ですね、きっと。わかんないんかな。乗っけるほうが正解なのか。必ずいつも辛いところがあって、なかなかいかない部分がいつもあるんですけどね。震えてますね。ものすごい力でぐーっとやってますけど、なかなかいかないですね。あ、ネジは落ちるわ。えらいことになってしまってますね。ネジちゃんどこ？ポンと落ちて。どこ行った？絶対これって酸素がいるで、酸素吸入が。ネジボロンと落ちてどこ転がっていくかな。片っぽのもう一つネジでいこうか。持っててさ、全部持っとかなかね。片っぽの手で支えて、あとは場所の手で正しめるだけなんで、それが片手でぐーっと行くのが大変ですね。ネジなかなか出てこなかったんですけど、本当はだいぶ探したんですけどね。これはちょっと編集でちょっと短くしてますけども、本当はかなり探しましたよ。はい、頑張ってんで。おもろくやってる。いつもおもろくやってる。宮田さん、これ持ってんさ。重いんやって。これこれで中間のところを、プロペラシャフトの中間のところをこれで止めてるっていう形になりますね。はい、いた落ちましたね。鼻に落ちて、鼻に当たったみたいですね。あらま、鼻にボルトが落ちてきた。また落ちました。前に今度は当たっちゃいましたね。いったーって感じ。痛かったですね。チェーンと言ってしまいましたね、あの時は。折れへんかったの。大丈夫、これが、これえ
もう3度あたり。2度あると3度ある。入った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 2度ある。入った2度ある。あーもう手が、あー楽になりましたね、これで手が幸せ。これちょっとずつ埋めていったらいいの。あと頑張って、ここまで来ればちょっとずつって感じですね。はい、あのね、なぜかこれプロペラシャフトをミッションに入れて、ほんで真ん中をプロペラシャフトの真ん中を止めてるんですよ、方それが重いやんて、こんな重いと思ってた、あの止めて止まるから簡単に止まるかなと思った、もう持ち上げなあかん。はい、そうなんで、あそこまでですけども、今回のビデオはあなたまた続き見てくださいね。皆さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。かなこちでした。キュー。